日本の伝統的な木造船。簡素で無駄のないデザイン、機能的な美しさを備えているのが特徴です。和船には詳しい設計図がありません。図面板、図板と呼ばれる板に書かれた図面のほか、すべて船大工の経験と勘で作られていきます。時間をかけ、ゆっくりと、そして慎重に曲げていきます。かつては床線を使って船張りと炉床を縫い付けていましたが、今はボルトを使っています。船下ろしされたゴザ船は雨に打たれ、その柔らかな木目が一層引き立ちます。